これはフランスのシャルドネだけど、コートドールではなくシャブリ、ベルジェのシャブリ。え、マジ？実習先ワイナリー希望してたのに、どうして酒蔵なんですか？ワイナリー大人気でな、もうしょうがないから抽選で決めたんだよ。日本酒。確かに日本酒苦手なのに酒蔵ってきついよね。酒蔵の町、東広島市西条。おちょっと、あんたが東京から来た実習生か。うちの酒飲んだことありますか？鯉のぼり。八村さん、日本酒嫌いなんで。私、どうしたらいいですか？実習受けたことにすりゃいいじゃん。後継がんもんが口出すな。私、蔵に戻らなきゃ。ワインソムリエを目指すしおりが実習先の酒蔵で出会ったのは、いい香り。しおりさんは日本酒が嫌いなんじゃなくて、知らなかっただけなんです。すごく合います。命が宿る幻の酒造り。この命なりけ作ってもらえませんか？この蔵はお前の代で潰すんか？違う、この蔵を守るんじゃ。親父、うん、酒造りは命を育む仕事なんじゃ。どうしへんか、ようからん。苦手だった日本酒もこの町も愛おしいものに思えてきた。すっかり酒蔵の人っぽくなりましたね。自分こそワイン好きはどこ行った？そして見つけた大切なもの。一生忘れられない味です。恋のしずく。